高谷さん、2回目ちゃんと来てくれるかどうかもね、はい、ちょっと不安だったじゃないですか。いや、そうですね、入れる、もう絶対に止めない、はい、で、立ち上がりのもう顔、顔というか、ちょっと楽しみにしてたやつが二方というか、二つちょっとカテゴリーが入ってるので、これをご紹介ということで、はい、モクツイル、モクツイルから、はい、まあまあ、でもあれ、なんだろう、結構もうすでに、なんだろう、インスタとか YouTube でいろいろみんなが紹介してくれてるけど、まあ、改めて見て、まあ、コンセプトのジャケットってすごいいいよね。なんかこう絞りがなくてさ、あ、こうなんていうのかな、すごいゆったりしてストレートなシルエットなんだけど、なんだけどこう着るとこう綺麗めにも着れるし、すごい中にカジュアルアイテムさせばすごいカジュアルダウンしても着れるし、でもなんかこう綺麗にまとめれるみたいなところがすごいいいですよね。着てて改めてなかなか他とは違う、他のなんていうのかな、今出てるジャケットとは違った見え方がしてて、まあまあ、あの新しくチャレンジしてもらうお客さんにぜひ進めていきたいなって改めて思います。昔からのサックジャケットのこうズドンとしたシルエットを入れながら、今回はちょっとセミピークトラベルでダブルブレストの予想感にして、ちょっとワーク調に、可動落としのパッチポケットにしたりとかね、して、まあ、随所にちょっとワークテイストも入れながら、こうジャケットの片隅も綺麗に残してるみたいなところがちょっとポイントで、ね、生地が結構あのこの木ツイルというかゴマ塩、そうそう、サックも結構好きな、うん、感じで、自分もこう実際こうなんていうの、古いものって、古いものの方がもしかしてよく見る、うん、この生地感、ビンテージ感で、そうだから逆に言えばなんかこう今のブランドでやってるっていうのも、もともとこう稀にしか見ないので、コンセプトがやるとどんな感じでいくんかな、結構試して割とこれにたどり着いてる感じ、そうですじゃないですか、うん、なんか白黒のね、ごま塩のメイン100のものが中心だと思うけど、まあ、うちで考えた時にやっぱり朝は欠かせないよねっていう、朝のふわり見たいよねっていう話がありながら、じゃあちょっと麺に朝を加えてみようかみたいなところから、ちょっと秋冬だからあのウールもちょっと交えて、じゃあ三者混になったらどんな生地の雰囲気になるだろうと思って、まあ、何回かね、あの色とか素材のその本日っていうか糸使いとか、まあ、いろいろ試行錯誤してできて、上げてみたらこう、なんていうかな、ウールとか綿とか麻のその洗った時の縮み感が全然違うから、うん、こうちょっとこうなんていうかな、細かくこうしぼしぼっとした雰囲気が全体にあって、でもそれがなんか何とも言えないこういい雰囲気にね、上がってて、ただ多分すごいだらしないわけじゃなくて、そう、ね、繊細なこうカジュアル感があって、まあ、そこがすごいコンセプトっぽく上げれたなみたいな気がしてるね。武田さんのデスクの周りにはこれの試しとか、これの叩き台になるの生地のカウンターって結構、まあ、何種類か、要はその横糸を何を売ってるのか、要はその素材がこれリネンでいってるのか、まあ、綿、まあ、ウールだけでいってるのか、交互で売ってるのかみたいな、なんかそれでいろいろこう多分あれだよね、盛り上がってるやつ一応こうなんか水通してどんな話になるかとかも見比べて、比べて、まあ最終的にこの、こいつにたどり着いたみたいな、そうだね、うん、だからまあこの人のまああの緩い感じがねお好きな方ももちろんですけど、まあもう少しこうきちっと切れて、ただちゃんとシルエットになんてちょっとゆとり感とかリラックス感がある、まあ、そういうのもちょっと気になる方は割とこうバシッとイメージにハマってくるんじゃないかな、本当だからシルエットがあんまりね他とではないかなって気がするので、ね、このポケットがねまたそれがある感じをオリジナルのリキールというか一応位置付けるそうだね、うん、確かスマホがあ、そうそうスマホが入れるぞっていうそ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 う一応設定範囲コンフェクト的にワークポケットそうそうそう一つ今のコンディションになるそうそうそう、はい、細かいんだけど、うちのそのなんていうかものづくりの中でちゃんとこうね、ボタン付けにこの貝ボタンを使って、はい、まあ表側は
納豆ね、本納豆を削り出して作って染め上げてるボタンなんだけど、力ボタンって言ってこう生地が破けたりボタンが取れづらいようにしてるものに対して、やっぱりうちは天然にこだわってるので、まあ、しっかりこの貝のねちっちゃいこうボタンだけど、これでしっかり力ボタンを使ってるっていうのは、まあ、結構こういうの好きな人も多いんじゃないかなって、もう何気にこうさりげなくこだわってるみたいな、こう内側開けるとこうキラッと光る貝ボタンいいよねっていう。確かに、そう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 、まあ、結構アウターにはねうちやってるので、一応セットアップで組下のパンツ、はい、タックが、まあ、タックトラウザーっていう名前で、そうまあまあ結構久々、うん、でかなり久々のこのダブル試合を裾にしてるやつですね。ああ前やったんだ。やったことはね、うん、かなり昔ですけど、もう10年は経過してると思うんですけど。あそうなんだ。一回あって、そうまあ仕掛け感もねダブルにしてるからそんなに長くないよね。くるぶし超えてワンクッションちょっとゆったりたまるかたまらないかぐらいの巻き丈に設定にはしてて、で腰回りはすごいゆったりしてるんだけど、まあ裾に向けてこう結構綺麗ドレッシーというか結構綺麗めにテーパーをかけて、まあ、膝から下はほぼストレートにしてダブルの、裾にしてるんで、まあダブルがちょっと気分変えたいなって人は全然シングルに一回作り直してもらうっていうのも全然できるような仕様になってますね。だから竹出し的な竹をちょっと出すみたいな、そうですね、シングルにして竹出すみたいなのもある、全然できる形にはなってる、うん、そういったところをまあ使っていくうちにちょっと気分変えたいっていうのもありかなと思ってますね。で後ろが、ビジョンか、こういうね、はい、シンチバック、ここもまあいつもはそのシンチバックここを叩きつけてちょっとワークのデニムとかに使われてるようなやつですけど、もうちょっとヴィンテージを掘り下げて、あの本当ダーツに入れ込んで、まあ多分なんだろうな、生産効率をちょっと考えて本当に昔のワークやとかやつかと思うんだけど、まあただしっかりこう補強してやってるような、まあダーツにダーツ取るところにちょっとこうバックベルト入れて、で衣装がついてるっていうのはちょっとヴィンテージ由来でどこに入れていこうかなと思ったり、意外とねこのバックルもなんていうのかな、黒塗装を使ってるんだけど、意外とねこういうのもこう使っていくうちに塗装が剥げたりとか、結構俺好きなんだけど、あの地金がちょっと見えてきてとか、なんかそういうのもすごい愛着が湧いてくるような、まあまあちょっと黒塗装にしてますよ、ね、うん、いい感じだな。でベルトくっつくか、そうそうそう、最近ね、つけたよね、これね、そうっす、去年ぐらいからか、あ、今年かけに、今年のトラザーからつけてて、なんかベルトのピン、センターピンというか、あれに通してバックルを閉じれるので、そうそう、あまりこう履いてるときにこのセンターのバックルの位置がずれないので、あるので、うん、はい、すごいウエストよりもここの辺の分量を気にしたい人はちょっと深めに履いてもらって、その分ここ余るからベルト締めた時に下がらないようにセンターピンで留めてもらえると、こうずり落ちて気になることがなくなるよっていうちょっとディティールを加えてますよね。結構ねドレスパンツとかにあるよね、気にするんですよね、まあ、結構上下で揃えたら揃えたで結構きちっと着れるなと思ったんですよ。あの軽くこう、なんていうのセミフォーマルレベルのちょっときちっとしたシーンでもまあ全然いけるなと思って、で片やまあなんかそれぞれが単体で結構カジュアルに着れるなと思った、多分色味とかあると思うんですよ、この微妙な、なんか緑っぽいグレーっていうかな、結構独特じゃないですか、だからこういうのがなんかいろんなこうこういうねベースに入ってるみたいなデニムとか、カーキベージュ系のアイパンツもそうですけど、なんかインナーも全部こう色が全部違うようなスタイルでも、まあなんか結構出してくれるっていう感じはしてますね。新しい形。
これもまあそのちょっと近いというか、うん、ミニタリー由来だからね、うん、全くやってない人気のやつじゃないのはないんですけど、スリーピングシャツは結構たびたび半袖でも一回拾ったし、あ、そうなんですね、ちょっとまた別の生地でもう一回やってたりする。結構いろいろ種類あるもんね、スリーピングシャツもね、そうスクローバーだったりとかね、うちのリネン 100% でちょっともう製品染めで朝100で、うん、しかもちょっと太版で20万平織りといいよね。25番平はまあ夏だとショートパンツでもやるし、そうで、カーテンと結構使ってんなと思ったんですよ、コートとかね、そうジェスタコートとかね、そう、ブラジアつけるけども、あれ割とこういろんな時期に着れそうなコートもやったし、でなんかこう、まあ、ジャケットパンツのセットアップもやってきてるので、いつ季節に着ようかとかは、まあ、これ今秋物で出してるんですけど、あんまりなかなかないよね。いざもう自分のタンスに入ったら、なんか気持ちよく着れる時期がたびたび出てくるんで、季節考えてもね、考えずにこれは本当に使っちゃってもらっていいかな、万能なんですけど、最近もう理念のこういう 100% で、まあ、楽に履けるやつとかで、だからなんかこう販売の頃はまあ割とねその月のシーズンのものでとかが多かったんですけど、今とかさ、あの秋と秋からまあもうちょっとこうなんていうの、涼しくなってきても10月11月とかでも、まあ、結構履くようになって、そう2年パンツとか、まあ、なんか全然あの春夏がそう裏返して秋のシーズンは、まあ、これ結構使えるなとは思ったんですね。これ薄なんかこう夏向けにさ、薄い素材糸とか細い糸とかね、薄い素材のリネンのなんだ商品結構あるけど、ここはねしっかり厚いもんで、そうですね、結構なかなかなくて、着てみるとやっぱすごい快適、うん、そのシーズンでもというように履けるなっていう、はい、ね、確かに最近やっぱコンフェクトだとなんかその80とか、うん、25とかなんかちょっとこう番手で生地表現しがち、まあ、しがちというか多分理念 100% の商品が多すぎてそれしか多分ないんですけど、やっぱりね、あの着た瞬間からこうちょっと重い、適度になんか軽くは全くなくて、ずしっと肩にもキュッとたまる感じがあって、なんかその辺もまあまあこれからの季節しそうな感じです、こうなんかそれなりにしっかりしてるんだけどドレープ感もあるからね、こういうこう身幅をしっかりとったアイテムとかも綺麗にこう縦にこう肩からドレープがこう前と見なかったりすると押してくれて、それがすごい雰囲気にいいのかね。今回この紐合わせなんでなんか落ちてくれて、それもまたちょうどよく見えてる。これズバッとモチーフのミリタリーのやつも3つなんか、1とか4つとかね、いろいろあるっすね。そうユーロミリタリーのね、はい、スリーピングシャツ、はい、60年代ぐらいのやつから撮ってると思うけど、うん、その時はそれは3つの秋のやつってからここ結構好きなんですこの花粉とかのね。字遣い、これなんか独特じゃないですか、独特だよね。そうなんでパジャマにそんなディティールをつけるんだっていうならでは、ね、雰囲気が特徴的でいいよね、まあ、結構襟がついてるタイプがねオリジナルが多いけど、そうですね、襟がついてるのしか俺見たことなくて、うん、けど先週の特集でも着てもらったけど、もう襟がなくてよかったなと思って、うん、なんか襟がないデザインでその方がなんかいろいろ試せるなと思ったら、今野と菊池とね着てくれて、なんか結構適当に合わせて、適当にというかあれですけど、あんま考えすぎず、なんか生地のこれぐらいでこれのサイズ感だから、このシャツの上とこのジャケットの上とかミックスしてきても、まあなんか
それらしく3つあるからどう着るみたいな話だったじゃないですか、うん、武田さんのベストを聞きたいですね。あ、確かに、ね、俺ならこう紐を厚かったこれね、あれなんですよ、もう絶対に止めない、はい、ああ、なるほど、完璧に着なかったです。いいっすね、これがやっぱいいよね。ほんとカーディガンみたいな感じでラフに着た感じと、やっぱさっきも言ったけどドレープ感がすごい綺麗に、え、こんなに生地厚いのにこんな綺麗にドレープ出るんだっていうところがやっぱね、もういいっすよね。確かにすごい、見てて、とか見てていいなってすごい思える、うん、もうおなじみ、うん、けど今回僕ちょっとここ割とこう華奢にしたんだけど、そうなんですよね、うん、なんか結構なんだろう、ちょっとリラックスした雰囲気をもうちょい出したくて、この太いがっしりした形をちょっと繊細にして、はい、トップスがほらこういった形のなんすか、あんまりかしこまらないようなやつだから、うん、パーツ綺麗なテンパーツシルエットなんだけど、ちょっとウエスト周りの締め付けもちょっと少なくして、うん、ちょっとこう細めの腰を見張りにしてちょっとやってみたらどうかなっていうのでちょっと、うん、やってますかね。まあでも相変わらず後ろウエストはバックギャザーなんで、うん、まあ、しっかりとこうウエスト周りにこう吸い付いてくれるような仕様になってるから、これまでのやつと比べてもらったら多分ちょっと感じてもらえると思うんですね、うん、ベストの帯のちょっとしたことではあるんですけど、まあ、見た目っていうか多分なんかこの引っかかり方の楽さみたいな感じなんですかね。そう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 、確かにですね、あんまりかさばらない雰囲気には、うん、すっきりした雰囲気には上がってると思いますね。確かに、まあ、リネンパンツだと思う、今の時期とかもすごくこれからも、これからとかは今もまさに再生が来やすいから、うん、冬ぐらいは全然、まあ、今でいうとね、いけちゃうんですよ、うん、場所にも抜けたら全然入っていただけるんじゃないかな。そう、パンツ一括りにできないと思う、うん、そう、生地感もヘビーなものもあるし、キャンバス25%でちょっと中太の密度がちゃんとしてるのもあるんで、最近思ったのは製品染めでちょっとこうちょっとこう風合い出るって言ってちょっとケバッとするっていうセーターとかだったらすごく合う。だから今季だとチーゼルのセーターで、カタログだとちょっと実際組んでみてね、あったけどなんかすごくねいいんですよ。なんかこう素材感のつながりと、まあ、当然色味のマッチングもいいし、僕につけてるようなところもマッチングもいいんですけど、だからなんか、まあ、セーターなんでウールパンツとかじゃなくてもなんかリネンパンツがちょっと多分ハマってきたらいいなと。まだまだ続編があるってことです。それだけですね。ありがとうございました。ありがとうございました。